実際の、まあ、今処理事憲法グループとしてはあのユニティがあり、うん、で一財があって、はい、で、まあ、今後税もありますけれども、なんかこうやっぱり大会だとかあの、まあ、昇格だとか、うん、そういう方にこう行くとどうしてもユニティが財団に移管してる事業っていうのが多かったりすると、いや金剛前いらないんじゃないのみたいな ことをおっしゃる方が、これはあの年齢関係なく時々私お目にかかるんですけれども、財団にまとめちゃえばいいなんて。でもあの本山っていうのはそもそも金剛前のものですよね。だからなんかそれ全部いらないっていうことを言ってるのかなとか、あるいは階層の教えそのものを放棄したいのかなとか、もっとこう原点に立ち返るような歴史も含めて勉強する場があると、ああそうですね、なんかこういうトンチンカンな発想になる方が少しでも減れば前向きにいくのかななんて思ったりもするんですが、そういうなんかこう勉強会みたいなことっていうのは金剛前の主体として、まあ、いわゆる沢会って言っちゃ軽いのかもしれませんが、意見交換ができる場なんていうのはちょっと教育研修会だと硬すぎるかなっていう気がするんですけど、なんかこうそれこそやっぱり先生がいらしてお話伺ってメモ取ってレポート出すみたいな感じに受け止めちゃうところがあるので、硬い感じがあるんですね。そうですね、皆さんね、まあ自分の気持ちをね、あの素直に言ってんのかなと思いますね。あ、うん、本山を知ってる方が言うのか、それとも知らない方が言ってるのかちょっとわからないんですけどね。それもそうですね、それもありますね、うん、本山を知らずして多分あのなんかこう施設の一部、うん、という感じで、あれいらないよということなのかそれとも、うん、よくよく分かっていてビルが建っていて、はい、基礎が金剛前とすればその上に立ってるその法人、別の法人が、はい、あの ここだけあればいいよとこの基礎、見えない基礎はいらないよって、思ってるのか。でもそういう人っていないですよねやっぱりだからあの決して皆さんこう階層の教えに反しようと思う方は多分初日憲法の同意に袖は通さないと思いますし、あの当然県議や金業として自己確立自他協力を目指して修練されていると僕はあの信じていますので、多分あの、まあ、ちょっと言い方が悪いかもしれないです、少しその辺に関しての知識の不足か、あるいはこうお勉強する機会がなかったのか、ね、知識と勉強ね、多分勉強されてるはずなんですよね。どっかでは聞いてるけどちょっと今の現実に向き合ううちに忘れちゃってる。どうなんでしょうね。でも冷静にそれこそ先ほどあのおっしゃったみたいに向き合う時間があって、己と金剛前だったら己と少林寺拳法と向き合えばたどり着けそうな気はするんですけれども、うん、少林寺拳法の何をもって、残したいかですよね、うん、何を残したいか、少林寺拳法の何を残したいのか、技術なのか、うん、技術を修行するための教えなのか、はい、それともそれを全て包括する金剛前のこの修行のシステム体系、それのここはいらないで、ここだけあればいいっていう、なんかこういいとこだけ、あればいいということなのか、うん、その辺のその全てを学んでおいてここがいらないって言ってるのか、さっきも言ったように そこにはあまり触れずに真ん中だけの話をしてるのかっていうのは、うん、研修会とかではねちょっと違い、なかなかね、うん、ご理解いただけないんじゃないかなと思います。例えばその収穫していただくときに収穫までに至るプロセスをしてくださった方へのこう感謝っていうのは、ああそれはね、我々からしたらもう先達にもそうですし、もちろん階層にもそうですし、そういうものっていうのをこうしっかりと向き合っていくと金剛前なくして存在意義が本来ないんじゃないかっていうふうに、もともと教団としてスタートしてますからね、はい、途中でまあいろいろこうあるだと思います、会社の時代にね、右行け左行け、ね、
海藻を後ろに向けみたいなことあったのかもしれません、でも結局は海藻はそれを貫き通そうとしましたから、今の形になってるわけで、今の人たちが、まあ、海藻の作ったものですから、はい、それをしっかりと受け継いでいくっていうのは、これ自分を高める上でもね、本当に、否定してもなかなか自分を認めないのと一緒で、いかがなもんかなとは思いますけども、やっぱりでもこうどっかで自分が競争願望が出てきちゃうような時期っていうのはやっぱりみんな通るところがあるんでしょうね。そうすると指導者っていう、ええ、このよく修行者指導者布教者ってこういうんです、はい、指導者になることを目指しながら、そして布教者として自分を高めていく、要は布教者って教えを広めていかなくちゃいけないですよね、指導者っていうのはこの技術でも何でも引っ張ってくればいいですよね、こうだって、はい、伝えてればいい、で導いていく、でも布教者だとさらにそこから広めなくちゃいけないですよね、でも金剛禅は布教の場があるんで、それができるんですけど、できないスポーツ団体なんかできませんよ、ね、宣伝っていうかね、はい、指導とその指導に対する告知が、その指導法とかっていうのを一生懸命こう やりますけど、私たちはさらにやることが布教ですから、だからシャクソンがよく出てくるのは、シャクソンには信者の集団と行者の集団があった、私たち金剛禅は行者の集団です、行者なきゃならないですね、でも信者も大切なんですよ、まあ、要はお世話をしてくれたり、いろいろその地域のことを釈尊の教団ね、そういうところと一緒になってやるわけですから、でもこっちですよ、そうそう、この行者って何って言ったら布教者なんですよ、こっちの信者っていうのは釈尊の教えを信じる人たちなんですよ、だから海祖の教えを信じてるだけでは世の中変わらないんですよ、私たちは海祖の教えを世に広めていかなくちゃいけない、指導者たる方たちはすごく多いけど、布教者たる活動する方が少ないと人は集まらなくなります、人にも広がっていかないっていうですね、なんかすごく腑に落ちる、気がいたします、そういうことなんですよね、だからなんかこう布教者っていうとなんかすごくこう宗教的なね、なんかそういう活動と思うけど、我々の金剛禅って人を作って世の中を良くしようという活動でしょ、それを広めようってしてるわけでしょ、なんかこう言葉尻で私も正直最初こう布教とか言うと、なんか試験の代行者とか言うとっていう感じがなんか重荷というか言うわけではないんですけど、ちょっとこう抵抗感があったんですけど、今のお話を伺ってすごくよく分かる、やっぱり指導するのももちろんすごく大事ですけども、それをやっぱり外に広めていかないと、そしてもっと広めていかないと結果的には自利品になっていっちゃうっていう、ことですね、だから組織として広げてほしいんじゃなくて、自分自身の行いを広めてほしいです、そういうことですね、それは逆に言ったら指導を受けた剣士たちも、そういうことです、だから緑の分けさ、よく分かりました、なんか本山のためにね、布教するんじゃないんですよ、皆さんそれぞれが自己確立するために布教をすればいいんですよ、だから小さい子供でもできる、布教はね、ものすごいいい話ですね、いやいやこれはもうお聞きしたかったところを超えて超越して、すごくなんか、いや私自身がものすごくなんか腑に落ちたところがあるありがとうございます、で実際その今後、そういう意味で言うと金剛禅のじゃあ布教のあり方っていうのは割と、僕自身もドイツやっててすごく自由な組織だな団体だなっていう感じは描いてはいたんですけども、本当によその団体も含めていろんないいところはどんどん取り入れて吸収し、そうですね、で自分たちはそれをもう含めて発信を外にしていくというのは
よく考えるとこう海藻もいろんなこう武道のことを研究されたりとかしてたように、あるいは社会の事情をいつもこう法話の中に織り交ぜてお話しされたように、道院長であれ剣士であれ他のいいところをどんどんこう吸収して発信したりコラボレーションしたり広げていったり地域に根ざしたり、ね、全部ありっていう、ありですよね。あ、なんだろう、うちの組織がいいんだってこうしてしまうと、もう外の情報がいい情報も入ってこなくなる、自分たちで遮断します、寄りつかないですかね、周りも、胃の中の蛙と一緒ですよ、はい、うん、ですから大きな海があるのにもうこんなところでね、くすぶっててはダメですよね。わざわざ海藻が金剛丸というね船に例えたわけですから、もうどんどんね、その海、船の免許持ってます？いや持ってないです。持ってないですか、はい、船ってこうないでしょ、中央分離帯とかないですね。だいたい右行く、行きましょう、はい、こんなところですよ、こっちから来たらこう避けましょうとかね、はい、それと一緒ですよね、うん、もっとね柔軟にね、自分たちができることを取り入れて、こんなことをしたらこんなによくいいことができた、うん、みんなにこんなに喜んでもらった、うん、そういうことをどんどん取り入れて発信をして情報交換をして、今の世の中だったらいっぱいできるじゃないですか、こんないいことあったよっていう、そういうのを全国に広めていく、うん、そして金剛禅って面白い教団だね、うん、こんなことやってるよ、少林寺拳法もやってるよ、で生き生きとしてるよと、みんながね、うん、それが、まあ、こういうコロナの時代ですから、よりみんなで協力していろんな情報を得て、で孤独は良くないですからね。そうですね、孤独はね全てに良くない、うん、で動員も孤独になったらダメですね、はい、動員長ましてや動員長が孤独になったらどうにもならないじゃないですか、門信徒だって寂しいでしょ、なんか動員長一人でポツンと、実際にこう今動員の中では、例えば動員長お一人だけっていう動員なんかも、まあ、先輩の動員なんかの中にはあったりしたときに、そこからこうどこに踏み出すべきなのか、あるいはこう周りで、まあ、我々は、まあ、もう若手じゃなくてかもしれないですけども、そういう先生方に対してどういうふうに歩み寄っていくべきなのか、まあ、でも先ほども船の話をされちゃうと羅針盤とかナビゲーションを全部本山に委ねるのは間違いで、そんなの勝手にそこをうまくこぎつけろって言われちゃうとそれまでなんですが、お互いでしょうね、うん、互いに、親しみや助けじゃないけど、自分で殻にこもっちゃダメですよね、はあ、多分ね一人でもそれでなんとかやれてる人は、まあ、看板背負ってても、やれてるのかもしれませんね、うん、でも同じ後援者としてこう何かあった時にっていうのはあるんでしょうけど、うん、なかなかそこへたどり着いてないというの